はい、この動画ではイースターの時に使えるうさぎの形をしたエッグホルダー、卵を入れる箱を作っていきます。このように卵を入れて飾っておくことができるものです。では早速作っていきましょう。用意する折り紙は 17.5 センチ四方の折り紙が1枚です。通常の15センチ四方の折り紙で作ると卵を入れるにはちょっと小さめのサイズになるので、今回は 17.5 センチ四方のやや大きめの折り紙で作っていきます。まず白の面を上にして、縦と横それぞれ半分に折って折り筋をつけます。次は4つの角それぞれ中心に合わせて折ります。一度裏返して半分のところで下から上に向けて折り上げます。中心で一度半分に折ります。そしてこのように立てるように戻したら、ここの間開くようになっているので開いて、ここの角と三角形の上の角が合うようにこのように開いて折っていきます。裏返してこちらも同じように一度反対側に倒してから、このように立てて、この間を広げるようにして角と角が合うようにこのように折りたたみます。次はこの角と角を結ぶ線で上の角を下の角に合わせて折り下げます。戻して、次はこの中心からこのように開くようになっているので中に指を入れるようにして中心を広げてきたら、そのまま今ここでつけた折り目通りにこのように広げて折りたたみます。裏返してこちらも同じように、まず角と角を結ぶところで角を下に折り下げて、一度開いてこの中心から
広げて、そのまま下の方に向けてこのように開いて折りたたみます。次は中心で一度上の1枚を倒して、この面を出したら両側の縁をそれぞれ中心に合わせて折ります。このように折れたら一度この中心で右側に戻します。今度は左の上の1枚を右側に倒して、両側の縁をそれぞれ中心に合わせて折ります。このように折ったらこの1枚を左に戻します。ここまで折れたら、この部分がうさぎの顔の部分になってくるので、今ここで顔を描いておきましょう。箱の状態に広げてからだと描きにくいので、今この状態で顔を描いておきたいと思います。皆さんぜひ好きなようにうさぎの顔可愛く描いてみてください。はい、顔を描けたらこれから箱の形に広げていきます。今このように折りたたまれていますが、この中を広げて、このように箱の形に整えていきます。裏から見るとこのような感じになっています。ここの4つの角がしっかり広がるように調整して広げて、そこがこのように広がったら、次は横のここの線で上のこの耳の部分を軽くこのように外側に折って角度をつけておきます。ここのところで耳を少し外側に折り癖をつけて形を整えたら、これでうさぎのエッグスタンドの完成です。実際の本物の卵を入れたり、このような飾り用の卵を入れたりして、イースターの時にはぜひ活用してみてください。